こんにちは。日本をかっこよく、結び大学ナビゲーターの古賀みのりです。毎年原爆の日がやってきますけれども、原爆は広島と長崎に落とされたということは皆さんご存知だと思います。ただこの広島と長崎では落ちた原爆の種類が違った、そこに絶対に日本人が知っておかないといけない真実がありました。今日はその真実について小薙先生にお話を伺いたいと思います。ということで小薙先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。広島と長崎、広島が8月6日、はい、長崎が8月9日、毎年、原爆記念日ということでね、はい、さまざまな平和式典が行われています。はい、ただ広島に落ちた原爆と長崎に落ちた原爆、それぞれ種類が違う。広島がウラン235型、はい、で長崎がプルトニウム型ということで、はい、核爆弾であることには違いはないと言ってしまえばそれきりなんですけれども、ただ技術的な部分でですね、まずウラン型というのはプルトニウム型と比べて数が作りづらい、値段が高い、非常にコストがかかる。一方プルトニウム型っていうのは値段も安い、作りやすいけれども、ところが放射能が強くて取り扱いがものすごく難しいといったような違いがあったということが、まず技術的な違いとしてはね、あるんです。ただ重要なことはそこではない。なぜ広島と長崎でそれぞれ違う種類の原爆が落とされたのか。で、実はマンハッタン計画っていうんですけども、アメリカ その原爆を作成して落とそうということをやった、計画があって、これの推進したチームがあるんですけどね、この広島長崎に原爆を落とした後で公式な声明を発表してるんです。はい、でその公式声明というのが、我々は2度の原爆実験に成功した、我々は2度の原爆実験に成功した。その2度って広島と長崎ってことですか？そうそうそう、広島の原爆も長崎の原爆もアメリカからしてみるとただの実験だったんだと。実験、でも実験とは言ってもですよ、現実問題として広島で、20万の方がお亡くなりになり、また長崎では14万9千人の、これ市民ですからね、日本の市民が犠牲になった。いや、それ実験で済まされる話じゃないだろうって。私たち普通に原爆のことを聞くときっていうのは、日本がもう全然もう戦争をやめないから、その日本に対してもうこれ以上戦争したくないと思わせるために、あえてそんなものを使ったんだということで、原爆というものを認識していたんですけれども、日本に戦争行為をやめさせるためというんですけれども、原爆が落とされたのが8月の初め、6月の時点でもうすでに日本には抵抗力がないと、もう日本はもう間違いなく降参するであろうという公式な報告が、米軍からアメリカの大統領府に上がっています。はい、さらに戦争が終わった後になりますけれども、軍隊の方から、米軍の方から報告が上がっているんですが、すでに日本は完全にもう負ける状況にあって、で原爆を落とさなかったとしても、確実に11月12月までには日本は降伏したであろうと、いうことと、これは戦争が終わった後にその戦争の経緯を全部きちんともう一回トレースしてまとめる文書があるんですけども、その中にそのように書かれています。つまり原爆を落とす必要性がその段階ではもうないということが明確だった。ないことが明確だったにもかかわらず原爆を落としたっていうのは、なぜかというと、それは実験のためだったと。ちょっと何とも言えない気持ちになってきますけれども、その実験によって、広島で繰り返しになりますが20万、長崎では14万9千人という市民が犠牲となり、それだけではなくてその後に、原爆の熱線を浴びてですね、その何倍もの多くの人々が苦しみ続けることになった。原爆症っていうものをずっとその後後遺症を引きずることになってしまったということであるわけです。これだけ大きな被害が起きた事件であり、しかも人為によって起こされた核爆発実験、核爆発事件ですね、であるにもかかわらず、どうにも納得できないのは種類がそれぞれ違っていた、その種類の違っていたのが理由が実験だったから、なんだよそれってことになっちゃうじゃないですか。つまりなぜ日本の広島と長崎が実験対象になったのかといえば、その段階で日本人を実験に殺しても、でも日本から反撃されることは 100% ないと判断されたからなんです。
もうそれぐらい日本に抵抗力がないというのを分かってるからやったと、はい、抵抗力が残っていたんだったら置かなくてしょうがないです、うん、原爆を落としたら反対にアメリカも原爆を落とされちゃうんだと、うん、いうことだったらやばいじゃないですか、うん、だから原爆を落とされることはない、うん、日本側に抵抗力がなかったから、だから安心して日本人を殺す実験をすることができた、うん、でも日本人モルモットなのかよって、うん、なりますよね、うん、笑うところじゃなくて怒るところなのかなと思ったりしますけれども、うん、ここはやっぱり我々ちゃんと考えなければいけないと思うんです、うん、広島の原爆公園に行きますとね、安らかに眠ってください、過ちは繰り返しませぬからというふうに書かれた碑が立っています、うん、過ちを繰り返さない、その過ちを起こしたのは一体誰なんでしょうか、うん、でおっしゃるように日本が戦争をやった、その日本を、降参させるために、うん、懲らしめるためにやったんだと、つまり日本が起こした戦争自体が悪かったんですよというふうに言いたいんでしょうか、うん、でもしそうであるとするならば、じゃあそういうことだったらば いくら実験で20万15万という人を殺しても構わないんですかっていう、うん、これって大きな問題じゃないですか、うん、何が正解かということは申しませんし、うん、どうしたらいいかということもあえてここで今日は申し上げません、うん、ただ少なくとも我々日本人が自分の妻や子があるいは友人が、恋人が、親や兄弟が、うん、実験材料にされて殺されるといったようなことだけはやっぱり二度とあってはならない、うん、というのが大切なことと言えるんではないでしょうか、うん、このことを今回は強く申し上げたいなと思います。ありがとうございます。この確かにこう石文の中にある、その石碑の中にある安らかに眠ってくださいは、おそらく主語はそこで亡くなられた方たちだと思うんですけれども、うん、その後のこの過ちを繰り返しませぬからって、これ多分普通にこの文章を今の私たちが教育を受けている状態で聞くと、おそらく私たち日本人が過ちを犯しませぬからに多分取ってしまうし、私もそう取っていたんですけれども、うん、やっぱりここであえて主語がないというところをやっぱり汲み取っていかないといけないのかなと、うん、その結局後の人がどう判断するかというところ、そこを多分任せてこのように刻んであると思いますので、やはり私たちも読む側の人間も相手のその心の部分を察しながらというか、おそらくこうやって全体的に全面的に出す、石に書くということはずっと残るものなので、はい、良くも悪くも残るし、はい、人の目にもさらされるという中で、その当時の日本においてこれを表現、多分表現がこれがおそらく最大限だったのではないかというところまで思って、この文章を読むと、ここの主語だったりこの意味というものがおそらく違ったものを感じれるんじゃないのかな、うん、で学問というのはやっぱりその一つの物事を深く深く突き詰めていくということが必要だと思うんですね。例えばそれがこのたった一行の短い言葉からでもどこまでも深く感じていくことはできると思うので、やはり表面的にその言葉を受け取って、あ、こういうことねって言って終わるのではなくて、こういった大きいことですよね、すごく大事なことだと思います。それを自分の中でもその相手の心を思いやりながら読み深めていくということをすると、きっとここの石に残された、その石碑に残された意味というものを感じていけるのではないかなと思います。今日はですね、この石碑の意味をもう一度見直すきっかけになるようなお話を小薙先生にいただけたと思っています。ありがとうございます、はい、もうおっしゃる通り、チェルノブイで、原発の事故があった、はい、福島でも原発の事故があった、でも広島に落ちた原爆、あるいは長崎に落ちた原爆というのは、人類が故意に同じ人類を殺すために用いられた原爆であった、うん、しかもそれが実験として行われたという中にあって、我々にとって、我々人類にとって過ちとは一体何であろうかということを改めて、こう、何だろう、その日本が悪いことをしたとかね、そういう色眼鏡で、うん、あるいは政治的に捉えるんではなくて、もうちょっと謙虚なところでね、人として何が大切なのかということを改めて考えてみる材料になるのが一番大切なことなのかなと思います、はいはい、ということで今日は小薙先生に
まあ、この広島と長崎、この2カ所に落とされた原爆の違いの理由をお話しいただきました。同じ先生、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。日本をかっこよく結び大学。